でもめっちゃすごい寂しい感じになっちゃった。カラコン入れてる。なんか目の色だけが変わるカラコンを今日入れてみました。どうですか？見たことある。でもちょっと適当に飾ってしまったので、そう、ちょっと地味かもしれない。ハロー、なんかちょっとスペル1個取れちゃったの。これ1個取れちゃって、そろそろこのハロウィンの飾り付けのこれもね買えないとって思ってるんですけど、ちょっと今年はこれで乗り切る。そう、ちょっと文字がちょっと壊れちゃったんですけど、まあ見なかったことにしてください。そうだ、ヨリボーもねいつも縦で座ってるんですけど、今回後ろの背景を見せるために横にしました。ハロー春って何みたいな。カオス見てください、この後ろの飾り付けのカオスさ。だから壊れちゃって、なんもういいのこれで。この間ね取れちゃったんですよ。だからこうやってやろう。イエーイ。まあ今年はこれでハロー春で乗り切るから。雰囲気だよ、雰囲気大事、そういうね雰囲気作り。そう、今日はちょっと今これ撮ろうかな。ショールームするためだけに髪の毛を巻いたの、久しぶりに。久しぶりに髪巻いたかもしれない。どうですか？ハロー春。どう？かわいい。リップだ。ありがとう。そう。赤ずきんちゃんだけど、メイクはちょっと赤系をたくさん取り入れて、赤と茶色を使って。ね、闇を感じるような顔にしてみました。これ被ってないバージョン、赤ずきん。でも赤ずきんだからこれ被ってないと分かんない。赤メイク、今日は赤ずきんちゃんです。あとさ、昨日のショールーム見てくれた方はわかると思うんですけど、あのセーラー服ね探したのよ、アマゾンで。だけど届くのが間に合わなさそうで、10月31日までに。これ無理だって思って、セーラー服じゃなくて普通の制服でもいいかな、セーラー服間に合わなさそうなのよ、届く予定日みたいな、届く日みたいなのが。そう、そうなの、届かないって思って、間に合わない。そうなので、どうしても私にセーラー服を着てほしいっていう方は、プレゼントで送ってくれればいずれ着ます。ハロウィンじゃない時期でも制服はいつでも着れるんで。うん。てか普通のセーラー、あ普通のね。そう、普通に送ってください。プレゼントで。私今までセーラー服着てた時あったんですけど、確かミーヨンかな、オンちゃんが貸してくれたセーラー服を着たりとか、あとはもう衣装とかでしかセーラー服着てなかったので、なのでどうしても
来てほしいみたいな方がいたら送ってくださいそう、ちょっとねアマゾンでは間に合わないみたいです。このねカラコンね、あのさくらさんのカラコンのブランドのモラークってところかな、そう英語合ってるか分かんないんですけど、そこのそうさくらさんのねカラコンのなの、これはあの眼球の大きさが大きくなるっていうよりかは目の瞳の色を明るくするだけなので、ちょっとねハロウィン向きなんじゃないかなって思って、こういうなんかクールな感じのカラコンは、うん、こういうハロウィンのコスプレに向いてるんじゃないかなと思ってつけてみました。そうだよ、このショールームのために買いました。いやそれは嘘だ、カラコンはもともとあったやつだ。髪の毛を巻いたりとか、こうやってみんなに楽しんでもらえたらいいなって思って、ハロウィンお話し会がさ私10月なかったからさ、仮装を見てもらう場所がなくって、だからあのこういうショールームぐらいしかさ、こうやって生配信的なやつじゃないと見てもらえる場所がないので、そう、なのでちょっと今日は気合い入れてみました。あと今あれハロウィンイベントでなんだっけ20万ポイント貯まるとフルーツの盛り合わせがもらえるんですよ。あのよかったらあのイベントに皆さんぜひなんかそうお菓子かな、あのこうやってポンポンって投げてくれたら嬉しいですフルーツ食べたいんで、そうフルーツが食べたい今日からねハロウィンイベント始まったから、でも今日だけじゃなくて明日って何日だっけ、明日も配信できそうな気がする、明日もなんかしたいなって思うお菓子が無料なので無料ギフトでチャレンジできるので、お菓子なんかお菓子もらえるところあるらしいですよ、どっかで、そうそこであのお菓子をもらって私のルームに投げてくれたら嬉しいですそう、正直なところ最高でしょ、フルーツが食べたいのよそうママとかもフルーツ大好きだし、私もフルーツ大好きなのでぜひフルーツください、みんなフルーツちょうだいちょうだいちょうだいフルーツちょうだい、フルーツをくれないといたずらしちゃうぞってやつですね、ちょっと違うけどハロウィンはお菓子か、お菓子をくれないといたずらしちゃうぞ、そうショールームのために頑張って仮装してみました。トリックオアトリート、よいしょいたずらされたいからあげないだってちなみに中はこういう半袖のゴチャで一回着たやつですね、これで赤ずきんちゃんなんです、そうめぐちゃんがお菓子に埋もれてる、わあれ大きいかぼちゃ大きいかな、あリバーさんタワーになるのかな、これありがとうかぼちゃタワーありがとう
ぼちゃタワーありがとう。そう、猫娘の時に使ったやつなんだけど、本当はこれ赤ずきんちゃんについてるやつなの。そう、これをかぶんなかったら普通になんかワンピースって感じで可愛いんですよ。いろんな使い方ができます。赤ずきんちゃん、今日は赤ずきんちゃんだけど明日は何にしようかな。うん、リバーさんかぼちゃタワーありがとう。結構しっかりした衣装なのにほぼズキンしかないね。確かにこんな感じ、ズキンを外すとなんか赤ちゃんみたい。こうやって撮るとこんな感じです。かわいいよね。でもこれ普通にかわいい。確かドンキとかで買ったかな。いや、アマゾンだった気がする。私ドンキで買ったてない、いや買ったかもしれない。あ、これはドンキだ。他は多分アマゾンがほとんどです。うん、こんな感じ。どうですか、来年は何にしようかな。もう来年のハロウィンのこと考えてるんだけど、うん、とりあえず今年はこんな感じ。すすみの春日の衣装絶対入らない。上だけなら着れそう。下も着るってなるとどうなんだろうな。それからね、これ多分1日では絶対に作れなさそうなので、もう作っちゃおうかな。明日にしようかな。そうだ、ミニオンってさ、あれか、囚人の服着てミニオンのやつ作った方が面白そうね。ミニオンってそういう系だよね。なんか、あ、でも違うか、ミニオンはなんか番号とか、そう、囚人の服着た時にこれを作ろうかな。レゴ、レゴ、ミニオン、かわいいでしょ、ミニオンのレゴ。うん、ね、囚人のコスプレあるんですよ、私実は。昔やってたのあるかな、インスタにね、多分ね、昔の囚人のやつがあるはず。結構昔だからな、何年ぐらい前だろう、 2,3 年ぐらい前じゃなかったっけな。髪の毛を染める前だから結構前だな。もうちょ、お、あった、こちら、これわかるかな、これですね、私の過去の、こんなの編んで、2018年、プリスナーって書いてある囚人になりました。だってさ、そう、こんな感じのハロウィンになってたので
これを着ようかな、囚人服。懐かしいハロウィン。これを着てミニオンのレゴ作るって結構カオスじゃない？結構カオスな絵面になりそうですけれども、まあ楽しみにしていてください。楽しみにしていてくださいな。今か囚人が作るミニオン面白そうでしょ。と今日は7時32分ぐらいから始めたので8時32分ぐらいに終わろうかなって。正面はね見えても上半身だけなんで、下半身はちょっと今日はもう寒いのでモコモコのズボンをこの下に履いてるんですけど、寒いので、いやもう寒くないですかここ最近。だからもう生足ではいられないので、ちょっとモコモコ履いてるから見せらんないんですけどあれ 34? 私の時がずれてんのかな。じゃあ35分ぐらいまでやろう。8時。寒い。もう秋なかったよね。秋を感じる暇がなく終わってしまったので、冬になってしまったので、うん、お6602ポイント達成だって。おいい感じですねそう、夏から一気に冬になっちゃった。秋をもっと感じたかったなって思うし、まあ秋服も冬服もそんなにまあ差がないじゃないんで、秋服でももうちょっと楽しみたかったな。でもまあ冬も着れるか、暖かい冬の日にでも着れようかなんか TikTok 見てたらさ、おすすめに流れてきたんだけど、なんかこうやって人が歩いてるやつなんだけど、春と夏はこうやって普通に歩いてんだ、秋だけめっちゃ猛ダッシュして冬みたいな感じのね走る動画があって、それがすごい面白かったの。なんて言えばいいんだろう、この絵なんだけど、絵が描かれてあって、人と春さん夏さん秋さん冬さんって描かれてる絵と人間なんだけど、誰か見たことある人いないかな、結構バズってたからあるかもしれない。あ見た、あそれ見たってある、あそうなんかわかるってある、そう、あフォローしました、ありがとう。プレゼントは事務所に送るのがベストですか？うん、どっちでもいいな。AKB 劇場でもいいし、事務所でも、本当どっちでもいいです。ただ1万円以上するものが劇場はダメなので、そういうちょっと高いかもなって思ったら事務所の方が安心安全かもしれない。安全っていうか安心ですね。アキさんの足の速さ、それ見た？すごい、結構見たって方いる、嬉しい。そう、それをね見て面白かったの、結構面白くていいねしちゃった、うん、秋だけ過ぎるのが早いってこと。劇場は行ってないですけど、でも行く機会はきっとあるので、値段設定はないですね多分事務所。コスメ多分大丈夫だと思います。ちょっと私もちょっと聞けてなかった。でもご飯系とかはダメって言ってたので、それ以外はね大丈夫だと思ってる。ちょっとごめんなさい、改めて聞きます。そうだ、インスタの質問欄にも書いてくれてた、
ごめんな、ごめんなさい。 AKB はダメなんですよね。そう、うん、お手紙もちゃんと届いてます。ただ今は劇場に行ける機会がないので、事務所に送っていただいた方が私の元に届くのは早いかなっていうぐらい、ほんとその差です、そのぐらいですね。お、なんかもう一個かわいいコロンってしたのが、てるゆきやっとメグレンジャー研究生さんから猫タワー、ありがとう。てるゆきさん、ありがとう。にゃんにゃんタワー届きました、ありがとうございます。ありがタワー、ゴロニャーゴ、今日は水ですね。ここ最近水ばっかだな水ですが、みんなお仕事お疲れ様の、で KP しよう、 KP はあ、水です、めっちゃ水、見てこの透明感、水でしかないでしょKP タイム、あ、みんな KP ってコメントしてくれてる、 KP お酒じゃないよ、ショールームでお酒は飲みません。私お酒の美味しさは本当にマジで分かんないんで、日本酒とか飲めないんですよまだ。でも誰だっけな、ゆかるんさんかなが23歳ぐらいになったらお酒の美味しさが分かるようになるよって教えてくれたのね。で私あとちょっとで23歳になるのよ、だからちょっと楽しみ、お酒の魅力を早く知りたい そうなんです、まだそういう日本酒とか焼酎とかね、そういうのってなんかちょっとうんってなっちゃって飲んだ後なので、あと2週間ぐらいじゃない、私ちょっと待って、カレンダー見よう、あと約3週間か、あと3週間ぐらいで23歳になるんですけど、早くお酒が美味しいって思いたい早くお酒が美味しいって思いたいです。結構ここ最近やっぱ友達とかね会うってなったらやっぱみんなお酒飲んでるけど、私だけ結構ソフドリ飲んでるのが多いので、ちょっとねみんなとお酒を飲みたいでございます初登場、初登場ってコメント初めてですね、初登場です、お邪魔します、いらっしゃいませ。めちゃめちゃ緩い感じの配信ですけど、
極論、酒よりカルピスがうまいんよ。だってジュース美味しい、やっぱ結局ジュースとかの方が美味しいですよね。ソフドリだといつも黒ウーロン頼んでる。ご飯食べるときは黒ウーロンしか勝たんですよ。みんながお酒飲むときも私いつも黒ウーロン頼んじゃうし、黒ウーロンがいいです。極論だって、漢字間違えてました。極論とかめっちゃ読んでたけど極論でした。オメグの影響を受けてコンビニで見かけたマウントレーニア即買いしました。あ、嬉しい。もうマウントレーニアといえばってなってるじゃん。確かにマウントレーニア美味しいですよね。お稽古の時もしょっちゅう飲んでました。なんならお稽古の時ソルティーライチ、あと普通の水、マウントレーニアと、あとプロテイン、ココア味のサバスのプロテイン、あれ1日の稽古で4個、全部飲み切って帰ってました。そう、飲み物をいっぱい飲まないとやっぱいっぱい声出すので、結構お稽古のお供でしたね。めっちゃ飲んでたな。めっちゃ飲んでるしめっちゃ食べてました。ソルティーライチ美味しいよね。大好きです。夏とかはもう仕事に行く時とかプライベートでも出かける時も飲み物ないともう夏は生きていけないので、いつもお家から持ってってた。そう、プロテインは結構たっていっぱいしてたからね。ムキムキになりたくて、ムキムキになってやるって思いでプロテインをいつも飲んでたけど、ムキムキにはなりませんでした。フニフニです。フニフニのまんまでした。プロテインを飲んだからといってムキムキになれるわけではないんですよね。運動した後に飲むプロテインがいいんですよね。だから私もそう、だから諦めました。ムキムキには、アイドルはムキムキじゃなくていいので。ふにふに、ふにふにぐらいがちょうどいいって。でもここ最近は舞台が終わってからは結構なかなか動かなくなってきたので、毎日ね、体幹とか腹筋とかちょっとずつ頑張ってる。ちょっとずつですけど、まだ100回とかまではまだやってないと、何回かちょこっとずつですね。30回とか無理するのは嫌いなんで、無理しない程度に頑張ってます。私もレモハモルーマーで、ね、体幹鍛えないとなって思ってるの。プランクとかね、毎日頑張ってるので、それで曲を聴きながらプランクするんだけど、最近は、かわいい青いの、かわいいお化けありがとう。最近はあのガルプラを見てたので、最近までなので、ガルプラの曲を聴きながら腹筋頑張ったりとかプランク頑張ったりとかしてます。あとはイッチーさんとかトゥワイスさんとかね、好きなので結構聴いてますね。そう、やっぱりなんか女の子のK-POP 系の曲を聴くとやっぱね、アイドルのみんなはやっぱストイックだから、そういうストイックな子たちが歌う曲を聴いて私もストイックに頑張ろうという気持ちで最近は頑張ってる。そう、いいね。だってありがとう。
だからいつも夜ご飯食べてちょっとゆっくりして、お腹食べたものが全部こういい感じに落ち着いたらやってる。だから今は、今さっき夜ご飯食べてきたばっかなんだけど、食べてこうやってショールームして胃を落ち着かせて、ショールーム終わった頃にこうやって鍛えるのがベストなんですよ、今日の私の予定。完璧ですね。 You plus me equal love。 かわいい、かわいいな。 曲はね、何でも K-POP 好きなので、 K-POP たくさん聴いてますね。 IZONE も大好き。 IZONE 何が一番好きだろう。でも パノラマめっちゃ好き。Should take a panorama。なんかこんな感じのやつ、踊れないけど可愛いって思って見てる。チャッケがオオカミコスで配信してる。絶対オオカミ似合うじゃん。チャッケ、オオカミっていう選択肢もあるのね。オオカミってどんなコスプレなんだろう。オオカミコスプレって調べよう。可愛い。めっちゃ可愛いじゃん、オオカミのコスプレ。来年の候補にしとこう。もう忘れてると思うけど、来年の今頃になったら絶対忘れてると思うけど、赤ずきんとオオカミじゃん。ちゃっけー、なんなら赤ずきんとオオカミね。ね、フーアーという K-POP グループ合ってるかな、英語読むかな。かわいい、ちょっと気になりますね、後でチェックします。イッチーさん、最近ロッコが好きです。イッチーさん、かわいいの曲が。同じ JYP さんだけど、コンセプトが違いますよね、 TWICE さんと。そこもまた好き。また K-POP の話になっちゃった。いや、ユナちゃんかな、イッチーだ、かわいい。あと何が好きだろう。いっぱい好きなのあるな。てか K-POP 以外に聴くってなの曲は、YOASOBI さんか、あとはバックナンバーさんとか、あいみょんさんとかかな。でもほんと最近はなんかもう K-POP ばっかり聴いてる。それ以外だと、あとね、あれ好き、綾瀬さんの夜をな撫でるって読むのかな、夜メロメノウっていう歌好きです。いい歌、なんかエモい感じの曲なんですけど、ぜひ聴いてみてください。あとはヒゲダンさんとかね、かな。あ、ウーバーワールドさんも好きですね。トワイスさんだとツイちゃんがいっちゃん好き、かわいい。でママがナヨンちゃん、ママとトワイスさんの動画見るのが心
構最近の楽しみなんです。他のアイドル K-POP ばっかだな最近。日本のアイドルは自分のグループ以外マジで聞いてないわ今。逆におすすめを知りたいな。もう 34,217 ポイント達成だって。早い。ありがとうございます皆さん。いい、なんか音消すいいですね、いいですね。ミンジュちゃん可愛いよね。アイズワンです。ハロウィンタワーを投げます。スクショ撮れる方はお願いしますだって。ハロウィンタワー、なんだろう。皆さんスクショ撮れる方お願いしますだって。すごいかわいい。みんなスクショタイムして。はい、カシャ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 。みんな、あ、みんなスクショタイムしてくれましたか。おお、すごい。ハロウィンタワーだって。てるゆきあっとめぐれんじゃ研究生さん、ハロウィンタワーありがとうありがとうございます。すごいすごい嬉しい、ありがとうございますスクショした。カシャの頃終わってた。あれ、タイミングずれちゃった。嘘、ラグあんのかな。私結構ぴったりぐらいのタイミングだったけど、あれ、でも私結構準備してたよこうやって。もしかしてタイミングラグがあったのかしら。ずれちゃったのかな。タイムラグか、ごめんなさい。でもありがとう、ハロウィンタワーありがとう。パンパカパンスクショできたけど、おめぐ真顔やったなんて。いいよ乗せて、よほどブスじゃなければいいです。いいですよ。ハッシュタグめぐルームっていつもやってるので、よかったらそれで共有してください皆さんで。私もいつもショールームするときはハッシュタグめぐルームって配信してるので、ぜひ。ありがたわです、てるゆきさん。予告してくれたの助かっただってファンの人すごい、ファンの人でコメ欄で協力し合ってる、仲良し、いいです。配信終わるときも切った10秒くらい前までしか見れてない。あ、そうなんだ。やっぱり10秒ぐらいラグがあるっぽいね、メグのショールーム配信って。まあそういうもんなんだろうね、生配信系って。確かにいつも何かしらで生配信とかするときちょこっとね遅れてるかもしれない。自分が喋った後に10秒ぐらいして画面から。みんなそうよだってそうなのか。よっこらしょっと。今ハッシュタグめぐルームでショール、スクショありました。お、ありがとう。握手会でも、握手会はなくないかな。いつもサクッと切る性格だと思っていた。サクッと切る。お、今劇場公演からの帰りです。お、何公演、今日は誰が出てた。まだ2人公演かな今日は。
ショールームは平均10秒から15秒ある。あ、そうなんだ。今は劇場公演の帰り。今日は何公演、誰公演、何恋公演だよね。あ、下尾くんと両天、あ、みゆちゃんと両天ちゃんですね。私も公園出たい。に二人公園出たかったな。悲しい。二人公園出たかった。楽しそう。おめぐの劇場用に有給取ってある。え、かわいい。二人公演ってその子のファンには見やすいよね。だってめぐてぃん赤ずきんちゃんになってるって聞いて飛んできました。ありがとう、赤ずきんちゃんですよ。ライ後ろの文字はハローハルですあの壊れちゃったのよ。いいの、これでいいんです。いいの、そうハローハルなの。今年の私のハロウィンはもうハローハルなんですそう、ちょっともう今年はこれで乗り切るね。来年ちょっとちゃんと新しく買うから、今年まで今年までだからハロー春、そう今年はちょっとこれで乗り切るんで、ちょっとハローハルで。後ろの背景終わったらこのね赤ずきんちゃんのやつもどっか載せようかなハローハル、今年のハロウィンはハローハルなんで私はね。そうする、もういいのこれで、私はこれでいいの。ハロウィンの新しい形、今はいろんなハロウィンの形があるからね。いいのよ。あ、うちの娘のハロウィンも赤ずきんにしますだって。嬉しい、私が今日赤ずきんちゃんだったから。え、でもちっちゃい子の赤ずきんちゃん絶対かわいいよ、絶対かわいい。写真見たいです、その写真お話し会で会う予定あったら見せてください
嬉しい。お、初見です、ありがとう。今年の冬の歌番組はめぐちゃんいっぱい見れそうで嬉しい、うん、嬉しい。頑張る、頑張るよ。もうね、あの今年はね AKB だと思うのでかな。どうなんだろう、うん、きっとこの先の歌番組は出れると思う。あの舞台で出れなかったの私もすっごい悔しかったので、やっぱねちょっとなんかモヤモヤさせてしまったので、少しでも歌番組出れたらいいなって思ってるよ。21時からお話し会の抽選だよ、ドキドキ。お話し会の抽選、頑張れ、当たりますように。うん、やっぱり今私のことを応援してくれてるファンの皆さんはさ、アイドルの私の方がもう圧倒的に好きじゃない。まああのそうじゃないメグのことを好きでいてくれてる人もいるのはすごく嬉しいけどね。だからアイドルとしてまだまだ頑張りたいからね、今の実力を上げていけるように頑張んないとなって思ってる。なんか お化け、あれちっちゃいお化けもタワーですか？お化けってタワー？今あタワーではないか、え、どうなんだろう。ありがとう、リバーさんありがとうございます。お化け、え、なあタワーではないか、タワーじゃなかったっぽい。今日さライト浴びてショールームしててさ、カラコンもしてこうやって目開くとちょっと目が乾燥しちゃった、うん、58,252 ポイント達成してるよ。だっておおいいですね。5万5万5、6万ぐらいでも、また明日も配信、明日で、できると思うので、明日も、ちょ、むせた、明日もショールーム配信、ね、また何かしら来てしようかな。ね、いいペース、いいペースっていうか、結構皆さんたくさんありがとうございます、いっぱい。20万ポイントなんですけど、この調子でいくと、4日間配信すれば20万ポイントに達成できるかなってことですよね。うん、できると思う。今週はうん、いけそうな気がする。私は基本的に夜遅い時間っていうよりは7時半から9時ぐらいまでの間に配信することが多いかな。今週はたくさん配信したいし、もともとショールーム、そうですね、舞台期間中にショールームが全くできなかったのでちょっとなんか寂しいって思っちゃったファンの方きっといっぱいいると思うので、まあ、その分を取り返すって言い方はあれですけどね、舞台終わってからはたくさんショールーム配信したいなって思ってたからすごく嬉しい。私も配信ね、ファンの皆さん的にはどのくらいのペースの配信が好きなんだろう。もう少し遅い時間でも大丈夫。そう、私そう実家なんですよ。実家暮らしで、そう、あの親と家族と過ごす時間を大切にしてるんですね。なので夜は
結構家族との時間を取ってて、こういう時間にいつも配信しちゃってるんだよね。でもまあ夜の時間22時とかで配信できる時があったら、もちろんそれは配信するけど、そうなので、でも20時21時からの配信の日も結構あるので、そうそうそう、結構そういうバランスを考えてるので、あんまり夜遅い時間はやる確率は低いかな、うん、っていうぐらい。お仕事から帰ってきてショールームするっていうのは全然あると思う。ってなったら22時台とかも全然あると思うし、ほんとそんな感じですかね。まあ、時間的になんかみんなが見やすいのは20時21時ぐらいだよね。きっとそれぐらいだよね、みんながショールーム見やすいのって。まあでもちょっと考えてみよう。うん、いつもまあ1時間ぐらい前に基本行ってるかな、ショールーム始めますみたいな言うのは。みんなそれぞれね、ファンのみんなの都合もあるもんね。なんかキリがないね、いろいろ考えてるとね。オメガ予告するから大丈夫だって。予告は本当感謝だって、嬉しい。でも明日もショールームはするできるので、時間があるので明日も、明日まあこんぐらいの時間だと思う。明日も19時半20時とかそんぐらいかな、明日も配信するってなったら。なので明日も多分これぐらいの時間って思っといて、みんな。夜遅くではないかも。今日は35分まで配信します。うん、なるほど、わかりました。です。いやでも嬉しい。今週は結構時間があるので、たくさんいっぱいできるので嬉しい。やったね。いろんな私を見てほしいな。いろんなハロウィンデーなんで、いろんな仮装をして配信したいと思っているよ。明日は何の仮装かしら、何にしようかな。明日も見れるといいな。ワクワク。いつもショールームって私は1時間ぐらいだけど、他のみんなって毎日どれくらい配信してんだろう。毎日というかショールーム1回の配信で1時間ぐらい配信している。やっぱ平均は1時間が多いのかな。うん、レゴ配信する、明日にしよっか。明日レゴ配信にしようかな。ミニオン、囚人服でミニオン作る。人によるよね。ねえ、でも私は1時間でいいかな。私は1回の配信で1時間がちょうどいいですよね。話題がなくなっちゃいそうな気がする。あ、長いさ、2時間ぐらいやってるメンバーもいるんだ。
話す内容がなくなっちゃうよね。毎日ショールームしてるとさ、もう話すネタが切れちゃうから、もうコメント拾ってそっから話題作ったりするのがここ最近のショールームではほとんどかもしれない。なんか落ちた。1時間がちょうどいい。今日のめぐちゃん杏仁さんっぽくない？それはちょっと嬉しい。杏仁さんに申し訳ない。杏仁さんに会いたいよ。今杏仁さんはね舞台中なので、東京公演はね絶対見に行こうって決めてるので楽しみです。では そろそろランキングを発表してショールームをおしまいにしようかしら。1時間ぐらい経ったんじゃないかな。でははい、13位ボクレンパーサランさん、ありがとうございます。そして12位がジャンちゃんコップンカー、そして11位が白クマさん、ありがとう。そして10位がハロウィンも推しが少し多い人、ありがとう。そして9位がユキタンアットメグレンジャーエメラルドグリーン、ありがとう。そして8位がトシアットメグレンジャー色見て、ありがとう。そして7位がヨッス、ありがとう。そして6位がシューアットメグレンジャー色つけて、ありがとう。色はお話し会でお会いできた時につけますね、ありがとう。そして5位が元気くん、ありがとう。そして4位あれ変わっちゃった、5位がまさゆきアットメグレンジャーイエローブラウン、ありがとう。4位がポクレンパーサランさん、ありがとう。そして3位が愛知のいちごアット赤ずきんめぐにメロメロです、ありがとう。そして2位がリバーさん、ありがとうございます。そして1位がてるゆきアットメグレンジャー研究生さんです。タワーいっぱいありがとう。それからちょっとあれだね、13位あでも名前はみんな呼んだかな、うん、うん、言ったね。よし、オッケーオッケーオッケー。順位は変わったけど言えた。よかったよかった。よし、じゃあ、スクショタイムしよっか、最後に。では。赤ずきんちゃんだからぶりっこしてます。こんな感じかな。スクショタイム終わり、おしまい。じゃあぜひハッシュタグめぐルームでツイッターにいっぱい載せてください。では今日もショールーム見てくださった皆さん、ありがとうございました。またね、また明日ね。明日も配信しようかな。明日はミニオン作りますのでお楽しみに。バイト頑張ってくる、だっていってらー、バイト頑張って、みんなバイバイ、ありがとうございました。